エマーソンダウンブゾムナンガグアは、ジンバブエの政治家。同国を37年間にわたって統治した、ロバート・ムガベの最古産の側近として知られており、クーデターで失脚した、ムガベの後継として2017年11月24日に、同国第三代大,大統領に就任した。同国与党、ジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線代表も、兼ねる。現地のメディアでは、しばしば、 ed と表記される。ジンバブへの国家安全担当大臣、法務大臣、地方住宅、社会環境大臣、国防大臣、第一副大統領などを歴任した。1942年9月15日、イギリスの植民地だった南ローデシア出身。10代は家族と共に北ローデシアにて過ごした。16歳で黒人解放運動に身を投じ。 1960年代には、エジプトへ送られた後に、中国の北京と南京で、マルクス主義の思想教育と軍事訓練を受け、独立闘争に参加したが逮捕され、刑務所で10年間過ごした。服役中に、ロバート・ムガベという友人になり、ムガベのボディガード剣側金となった。1980年に、ジンバブエがイギリスから独立した際に、情報機関の責任者である国家、 安全担当大臣として、ムガベを主犯とする政権に入閣し、治安機関を統括する統合作戦司令部議長として、旧ローデシア軍と、ジンバブエアフリカ人民同盟や、ジンバブエアフリカ民族同盟の武装組織を、統合したジンバブエ国防軍の創設を監督して、軍部とのつながりを得た。反対勢力の弾圧に関わり、 特に1983年から1987年にかけてきたマタベレランド州、南マタベレランド州、ミッドランツ州にて反体制派とみなされた北アンデベレ人らを北朝鮮の訓練を受けた第五旅団に攻撃させ2万人が犠牲となった。この大虐殺はグクラフンディと呼ばれ、ムガベが残した負の遺産の中でも最大級と言われる。なおムナンガグアは この虐殺への関与を否定しているほか、ムガベ自身も国際社会からの非難は受けていない。1989年に法務大臣に就任。法省在任中の2000年、白人の所有する農場を押収すると発表した。以降も地方住宅、社会環境大臣、国防大臣を歴任。1998年にジンバブエが第二次。 今後戦争に介入した際には巨額の利益を懐に収めたとも言われる。2008年の大統領選挙では、ロバート・ムガベが劣勢で推移し、第1回目投票で野党候補モーガン残疑来に続く2位に終わった後、野党を選挙からの撤退に仕向けるため多数の暴力行為や脅迫を主導、多数の死者を出した。その結果、思惑通り残疑来は、 選挙からの撤退を余儀なくされた。2014年12月に副大統領、与党ジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線の副代表に任命され、ムガベの後継者としての地位を確立した。2018年の大統領選挙を前に同じく、ムガベの後継者を争っていたグレース・ムガベ、大統領夫人との対立が激化していき、二千十七年十一月四日には、ムガベが、 12月の与党特別総会を前に、派閥争いを煽っているとの理由でムナンガグワを批判し、副大統領からの更迭を警告した。11月6日、ムガベは、ムナンガグワを第一副大統領から解任。サイモンカや模様情報大臣によれば、ムナンガグワは一貫かつ永続的に忠誠心にかけ、無礼で不実であり、不正直で信頼できないというのが解任の理由であった。 しかし本当はグレースを後継の大統領にするため、まずは第一副大統領に据える目的での解任では、内科との憶測が広がった。国防軍はムナンガグワを強く支持していたため、副大統領解任に国防軍トップのコンスタンチのチュエンガ司令官は強く反発。また、ムガベ政権支持者の間からもこうした解任の動きには不満の声が上がった。 11月8日、ムナンガグアはジンバブレを脱出したが、これは自身の暗殺計画が存在したからだと後に明かしている。2017年11月15日に国防軍による事実上のクーデターが発生。自宅南近海に置かれたムガベはチウェンガと大統領府にて会談し、その中でチウェンガがムナンガグアへの権限移譲を求めたものの、ムガベは拒否した。 11月19日に ZANUPF はムガベを党首から解任し、ムナンガグワを後継とした。11月21日にムガベは大統領からの辞任を表明し、次期大統領への就任が確実されたムナンガグワは22日までにジンバブエに帰国。首都ハラレでは群衆の前で新たな民主主義が生まれつつあると述べたほか、経済成長、平和の気球、 雇用の喪失などを訴えた。また、大統領就任式における演説ではムガベを建国の父と称賛し、旧政権の支持者への配慮も見せた。しかし、前述の通りムナンガグア自身がムガベ政権で政権幹部を務めたことや、独裁体質はムガベとウり二つという報道もあり、ムナンガグア政権において真の民主主義が実現するかは不透明である。 その一方で、外資の導入を進めるなど全政権と比較して、改革開放的な経済政策を取っている。なお、クーデターには、当初からムナンガグアの逃亡先だったともされる中国の関与も報じられており、2018年4月にムナンガグアは、大統領就任後初のアフリカ以外の外遊で中国を訪れた。2018年7月30日投開票の、 大統領選挙では50.8%の票を獲得し再選。しかし、得票率44.3%で敗れた、ネルソン・チャミサ属する民主変革運動は選挙結果を認めず裁判所に提訴する意向を表明している。政治的な抜け目のなさ、興味のないふりをしながら、獲物を腰んたんと狙い、逃さないことから、輪に、クロコダイルといったあだ名が付けられている。 ありがとうございます。